その当時の富木先生がえ大学の上の方からの命令だと思いますけれどもこの合気道は柔道みたいに認定コースに認められるためには試合という方法も入れなきゃならないと思いますけれどもその辺は合気会にとっては結構大きな問題になったそうです。 そのこととについてちょっ学校体育ではあの、はい、いわゆる武道的なものは認められてないわけで、はい、文部省の方針というのがありまして必ずスポーツっては試合があるわけでどんなスポーツでもで,、ね、で富木先生はあの合気道部を作ったのが昭,、えー、昭和33年ですから、はいえー、その学校体育の条件としてし将来試合性を作ることとつまり。うん 研究してくださいというは、まあ、宿題を預けけらられたわけ、ね、大学からそれで教科を取って一生懸命始めたわけです富木先生ってあの叶内五郎先生の柔道原理それをまあ最初に言っておきますと、はい、柔道原理に基づいて柔術、うん、というものを4つに分けたわけですね、うん、で最初は投げ技まあ相手との投げ技あります、はい、固め技、はいねまあ、締めたり押さえたり、はい、そして当て身技、はい、それから関節技 で投げ技と固め技が乱取りで使用して、うん、え成功したわけですね柔道と。ところが当て身技と関節技はどうしても乱取りは危険だからできないで、ね、とで試行錯誤してたようですけど加納千五郎先生って教育者ですから柔道ばっかりやってないんいいろんなことやられた方ですね。でまあ富木先生はそういう,う加納先生の思想に学生時代感動して。 あの始めたわけですじゃあ私がその当て身技と関節技を入れた段取りをやりましょうと、はい、そういう構想だったらしいですね若い頃ところがだんだん名前が変わってきてアイ,キラアイキランドリー最後は合気道競技という名前になったわけです。ああそうでしたね、えー